ということで、シアトル空港についてですね、シアトルで一泊するので、なんかさっきまでいたトゥーさんと全く雰囲気が違うんで、何なんだろう、この感じ。全然違う、文明だ。だけどね、なんかちょっとバンクーバーに雰囲気似てるっていうかね、気候とか、こんな曇ってるし、春節あんなに晴れてて、ウィンディズだ、日本から流れてしまったウィンディズ。なくなったって正しい。ねえ、なんか全然一気に変わっちゃったんで大びっくりですね。トゥーソンと全然ちゃうぞ。なんかすごいこの激変にびっくりしてるとこですが、まあだけどね、面白いね。全然なんか北米の広さを感じますな。なんかちょっと今トゥーソンからこのシアトルにちょっと適応できたな感じですけども、ということで、はい、トランジットのためにちょっとね時間が気になっちゃったんで一泊しますということで、シアトルの夜は仕事だ。Please stand clear。なんか D ゲートってとこまで来てここで出るみたいですね。なんか大変だ。ダウンまた来ました。というわけで今、シアトルについてちょっと街を散歩してるんですけど、空港がものすごく近い、割塚走ってる、ものすごく空港が近いんですけど、なんというのか、音がしてるでしょ。だから空港がものすごく近いんですけど、なんというのか全然光景が違う。トゥーさんと全く光景が違ってて、なんかいい感じです。なので、何なんでしょう、この変化というのは。凄まじい変化ですね。どういうことなんでしょうかね。どういうことなんでしょうか。とってもなんか、いい感じがしますんで。セブンイレブンがある。おお、コンビニエンスストアがある。コンビニがあるな。ちょっと感動します。コンビニがなんか通じが咲いてるし、全然トゥーソンと違う。ということでちょっと今日はこの辺りまでですかね。明日ちょっと走ってみようかな。旅ラン十分できそうな感じなんで楽しみにしてます。ということで、シアトルに着きました。そしてシアトルのローカルビア IPA を飲みました。嘘今違うのが、シアトル最高だ。白いのがどうしてもつく。今春屋さんで夕ご飯を食べ終わって、なんと近くにセブンイレブンがあるんで、セブンイレブンに行ってみるところです。セブンイレブンがあるってのはびっくりやね。おー、セブンイレブンだ、びっくり。なんか日本のセブンイレブンに似てる。シアトルのセブンイレブン、なんか日本のセブンイレブンに似てる。思わずカップラーメンを2つ買ってしまいましたが、おそらく日本のノウハウをかなり取り入れてるんじゃないかと思われました。かなり日本のセブンイレブンに近い感じがしました。セブンイレブンいい気分。